はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回は、このドラゴンクエストタクトですね、はい、やっていきたいなと思います。まあちょっと前からねサービス開始されていて、僕もねちょっと始めたんで、でリスマラ成功してね、このキラーマシン引いたんで、はい、ちょっと今回はね竜王イベントで今竜王がガチャで出るみたいなんで、それやっていきたいなと思いますって感じでね、まあちょそこそこやっていて、今ねこんな感じで仲間を持っていてね、これキラーマシーンとか、まあそんな強いのかなこれ。まあ結構主力なんですけどね、まあ言っても、うん、こんな感じでキラーマシーン持っていて、で今回やるのがこれね、竜王とスターキメラ登場。まあスターキメラそんなにいらないと思うんだけど、これ竜王、やっぱ竜王だね。まあサービス開始されてまだ1週間ぐらいなのかな、なんですけど、竜王がね早くも出てきたんで、ちょっとこいつ狙っていきたいなと。ふむふむ、リーダー特性はメラ属性の呪文の威力を上げると。まあ最初だからそんなに強くないと思うけど、まあ今の環境だと強いのかな、メラね。あ、メラゾーマとか使えるんだ。煉獄魔弾とかこれ相当強いよ、多分煉獄魔弾相当強いね。メラ属性の呪文ダメージを4回与えるでしょう。今の環境だったら相当強いですね。あとスターキメラね。あ、こいつはまあそんなに強くないな。まあまあ、ただメラとか使えるから、もう竜王をパーティーに入れると結構強いんだろうな。はい、ということでじゃあやっていきますか。いや今回はね、なんか2体目引いたらね、あのドラクエスーパーライトとかだったら星がつくんだけど、これはねなんか覚醒ってあって、どんどんなんかステータスに、これね、特技のコツがつくとか、で、バギの耐性が上がるとか、なっていくんで、全然2枚目引いても美味しいですね。はい。まあ、2枚引くことないと思うけど、やっていきますか。これ、竜王 SP ね、スカウト。他もこんなのあるんだけど、まあ、ここら辺は別にいいかな。はい。で、これ、竜王ね、竜王。スターキメラ。まあ、スターキメラはそんなに欲しくない。で、敵割れ。S が欲しいんだよね。やっぱ S がっていうか、まあ、A でもいいけど、S3% ね。きついな、3% は。3% 低くない。まあ、最初だから仕方ないか。で、竜王が 0.7% やね。0.7%。まあ、悪くないかな、0.7 は。まずまずっていう。まあ、ガチャゲーででも、感覚おかしくなってるから。まあ、0.7 っていうのは普通に、悪くない数字だと思いますね。はい。で、他で欲しいのがね、なんだろう。スライムエンペラーは持ってるから、グレートドラゴンとか欲しいかな。ベスキングとか。そこら辺かなって感じで。じゃあやっていきますか。10連。ねえ、多分最初でわかるんだよ。はい。なにこれ。あ、経験値のやつがもらえると。おまけだね。さあ。これ。これね、どうなんだろう。あ、虹色だったらいいんだったっけ？いや、あんま良くない気がする。レインボーが来たら、あ、レインボーないじゃん。え、こっから逆転あんのか？誰？ガイゴンロード。え、こっから逆転あんの？ないっぽいんだけど。え、多分ないよな、これ。ミニデーモンね。まあ、シーンのやつはでも使えるやつはいると思うんだけど。あ、竜騎兵。外れっぽいんだよな。あ、覚醒したのか。これ持ってるってことね。ミイラ男とかは。で、ここマジ。B か。まあ、B のやつだと強いやついるかもね。やばい。絶対外れだ、これ。カーゴイル。あ、マジか、これ。やっぱ、3% きついな、ちょっと待って。ちょっと今ね、ポイント使って、これ、ね、無料のやつ、3回持ってきたんで、これでどうにかしたい。これね、もうチケット3枚。とりあえず1枚やっていこう。やばいな、3% きついよな、S。これで引けないかな、無料のやつで。銀だな。銀からこれステップアップすることないのかな。
そういう夢を見せてほしいけど、ないよな、多分。スーパーライトになかったもんだって、そういう、なんか、あれになるみたいな。なんかもう銀の時点で終わりなんだ。虹色が来ない時点で。いや、無理だろうな。いや、こいつさ、この、なんかピンクモーモンみたいなやつ。悪いな、こいつ。スーパーライトだったら、ワタボーなんだよ。残り、20年でいけるかな。いや、爆死の予感がするな。はい。最初ね、相当配ってくれてるからできるけど、これ相当貴重だからね。いやー、なんかここで、なんか虹色になってた気がするんだよな。S 引いた時。ちょっと待って。1枚も来ないの？え、でも 3% だもんな、確かに。あ、ドラゴンゾンビね。ちょっと待って、これスキップするか。1枚ぐらい来てよ、スキップ。あ、やっぱ来ないな。すげえ覚醒ランクアップしてるけど、誰こいつ、ガーゴイルか。うわー、なんかすげえ上がってる。なんかすげえ上がってる。ヒャド耐性とかついてる。なるほどね。キラーリカンドとか。これ移動力アップとかついてるのか。移動力アップ、ないか。いや、最初に、あ、こいつ移動力アップだな。スライムボーグ。こういうのにでかいんだよね。あ、こいつも移動力アップだ。はい。まあ、それは置いといて。ラストね、ラスト。いや、無理っぽいんだよな。500ゴールド?おまけが。おかしいでしょ。ちょ、これ。え？やられた、これ。絶対やられた。待って絶対当たるでしょこれ。スキップするよ。うわー、こいつが当たってる。スターキメラ竜王なしでこいつですか。いや、だってないもんな。ちょ、待って。さあ、なんとかあと11連ね、11連用意したんで。いや、これ負けたらマジ爆死だな。いや、こいつがなんか、これ、タクトがさ、虹色じゃないと無理な気がする。リップスですか。リップスですか。じゃ、ラスイチ、10連。いや、12000痛いよな、無課金で。いや、課金してても痛いけど、無課金でこれは痛いよ。いやー、これ、終わった臭いんだけど。虹色来て。マジか。いや、誰だよこいつ。ほんと軍隊官じゃないの。いや、ワンチャンないかな。爆死の予感がするな。誰。ストーン。これが S になることないの？死神貴族。まさかラスイチが空国籍。こいつ持ってるな。覚醒ランクアップしたの？バレニスカラがついたって？二度とやるかよ、このクソゲーが。二度とやるか、マジで。40連、45連ぐらいしたね。44連ぐらいか。でね。S1 枚も出ない。二度とやるか、マジで。まあ、やるんですけどね。はい。まあ、ちょっと面白いからやるけどね。もうちょっと続けるけどね。いや、大爆死だったな。いや、3% は引けないって。S3%。ねえ、だって、30連してもまだ引けない計算でしょ。40連したら、まあ、1枚当たる計算だと思うんだけど、当たらなかったね。1枚も当たらないか。まさか。いや、1枚ぐらい当たると思ったけど、完全爆死でしたね。はい。ということで、いや、今回大爆死でしたね。大爆死だったんですけど、まあ、また、なんか、ね、次ガチャ出たらやるかもしれないんで、
その時ね、また期待していただければなと思います。はい。多分、あと何回か出すかな、動画。ということで、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてが気に繋がってますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。